我慢比べだ。よし、やりました。おお、早い。レクレネド投げます。レイナイト。俺も投げちゃう。ないです。うん、ああ、俺のレクレネド違う。いや、逆見て。見て。あー、くそ。おお、なんかあいつ。うおお。ビルカメラちょっと見よう。ああ、それ。ああ、よし、これで UAV だ、UAV。ああ、ナイスです。助かります。え、どんどん死ぬ。ハンドガンしかない。シマさんとアマギさんがワンツーなのに、俺が下から2番目って。頑張りましょう。ああ、中入っちゃいましたね。中入っちゃった。せめてラスキルだけでも、俺に。行くぞ、勝てくぞ。 UAV 使います。 UAV 使うぞ。まあ、中から来ますね。スクラップ&スクラップ。何それ。ラスキルしたいよ。やってやったぞ。あと1キルです。あと1キル。やめてやめて、みんなパソコンフリーズしろ。ひどいそれ。ひどいそれ。なんだ、頑張ったよ僕たちは。そう、ラスキルしたかったのに島さんに取られた。これ島さんか、栄光の島さん。なんすかそのスコープ。何それ。これなんか拾った武器です。弾がなくなっちゃって。拾った武器、拾いもんで。前回が BO3 最後だって言ったが、まだまだ終わらんよ。再開だ。最後ってみんな引っかかったな。悲しいこと言ったんだよ。次は会えたら11月だねって。いや、11月絶対買いますよ、本当に。これは楽しすぎる。うぃ、ね、あれ俺の罠に引っかかったな。後ろ来てる。景気がいいぜ。痛いな。全然されてるやん。いや、マジこのショットガンずるいな。この連射できるショットガン強いですね。強いっすね。俺が使ったよ、分かった。いや、天木さんあれですよ。クソ連打しないといけないんですよ、多分あれは。フロートじゃないんですか、セミオートなんですか。セミオート。あ、やべ、あー、落ちろ落ちろ。くぞ。あー。あー、くそ。キョロキョロしながら走ってると崖に落ちてくときあるっすね。うわ、うわ。頼む頼む、カバー、後ろ、助けて、助けて。え、後ろですか。どうします。あれか。どっかで。ローリン。入りながら撃つ。使ってみてぇなぁ。わぁ、すごい動きだな。オッケーオッケーオッケー。バッタみたいにぴょんぴょん飛びながら撃ってる。どうだ、上手くなったろ。プレイ時間5時間目だ。もうベテランですね。ベテランだな、これ。最強だな。じゃあ、もちろん、栄光の1位を。栄光の1位だな。一応表彰台、その天木さんと、うわぁ。なんでもない。動画で天木さんとやめてから、表彰台1位先取ってきましたよ。そう。はい。今のは栄光の1位のね、悲鳴だから。あれが栄光の1位の悲鳴なんですね。そうそう聞けないですよ。そうですね。もう多分、二度と聞くことはないから。さっきからアシストばっかり。よしよし。たまに積極的にロケットを使っちゃったりなんかして。ロケットを装備したことないんですけど、結構強いですか。当たりゃ。よっしゃ、初めてのナイフキル。 UAV。 あ、ナイスです。見える見える。切り返しやば。うわっ、怒りだ。そう、うぅ、俺の勝ち。え、敵のリスになっちゃった。ここ助けてママ。生きて帰る、生きて帰る。ナイスです。生きて帰ろう。あれ、UAV 終わっちゃった。助けてみんな。逆リスになって。ああ、そんな悲しい死に方つらい。わあ、リス変わってますね、これ。UAV やってあげるよ。あれ、あ、ストリーク行ってなかった。ああ、逃げ切れない。ああ、取られたーん。うわ、待って待って、ここで殴んのかよ。あ、ラケット、ラケット止まってる。ああいう風になるのか。はい、もう圧勝状態じゃないですか。ラグるのは俺の環境は。はい、勝ってますね。
いやこれみんな殴ってると思いますよ。プチフリ、なんかフレームがちょいちょい飛んだような感じになって、なんかヌルヌルプレイとはちょっと程遠いですね。まあベータなので仕方ないのかもしれないですけど。あ、後ろ、あ、UAV 使われた。あ、こっちが使ったのか、ザバー見ろ。あ、PS1 だからな。俺は PS1 とは次世代なのに。 UAV ありがとう。ナイスです。あれ、リスポンしたらボッタチやろいる。あれ、いないな。あ、そう。あ、カメバシで殺された。かっこよす。あ、ほんとだ。あ、くそ。今の負けるか。ちょっと俺今調子いいっすよ。かなり調子いいですね。見てやるよ。おうおう。ミニ四駆ゴー。うぃし。えい、ミニ四駆、ミニ四駆。誰か。シマさんの横をミニ四駆が走っていったでしょ。走った。見てる見てる見てる。さっそうと追い抜かれましたよ。なんだあいつは。ドリフト、ドリフト。どこだ？敵いねえぞ。敵いないですね。いたいたいた。え、絡み合ってたの。ああ、あ、外した。マジか。もったいね。そして俺死んでるし。いるな。よーし。あ、後ろ。前方に敵発見。助かった。準備いたします。お願いします。あ、やべ。右側ですね。もしかして被弾すると、はい、被弾すると体が上に上がったりします。ブレますね。なるほど、俺のクソ M のせいじゃなかったのか。そうですね、それはもう COD は。おお、すげえ、ジャンプ打ちで砂って当たるの。すごいのがいるんすよ。パンピコさんの憧れみたいな人がいるんすよ。え、ね、トリッキー打ちが好きな。うわ、痛い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 。どこだ？あんなやつに負けねえし、俺だって砂使ってやるし。あ、下。いるよ。誰だ、なんで見逃す。あ、着地の衝撃で。ひどい、この死に方はひどい。ああ。ああ。でも2万じゃないよ。やった、俺1位だ。すごい。表彰台。すごいですね。表彰台1位ですね。キルレが2ですね。おお。すごい。頑張った今回は。いや、もうこういう出会い合戦になるとは、もうブレブレになって当たらないですよね。ですよねー。そうそう、出会い頭と近距離戦どうみんな対応してんのかなと思って。あれじゃないですか、あのヘッドショット以外避けれるっていうアーマーつけて。何それ。ああ。スペシャルの。その会った瞬間に押すっていう。そうです。今のラスキルそうでしたね。あ、そうなんですか。はい。ん？ん ？VARIRI ってなんだ。ん？え？なんだかんだ言ってキルで BF と同じじゃねえか。応援サイトか、応援サイトはいらないな。リフレックスサイトでいいや。キルレって今までのやつはどこで見れるのかな。戦績確認の右下の最新5ゲーム TDM の下のちっちゃい黄色字のとこに書いてありますね。ちっちゃい黄色字と、あとその四角の左側になんか矢印で平均って書いてるじゃないですか。おお。グローバルキルデスヒってやつです、ね、ああ。島さんはあれですか、 2.5 ぐらいですか。ん？いや、そんないかないですよ。もう最初なんて本当にひどかったですからね。とりあえず未満は早く脱出したいな。最初からこの感じだったら今頃未満を脱出して堂々で1位だったのに。右からアプローチしたことないな、ここ。俺右から結構行った。ああ、ここは。ごちゃってるな、難しいな。大丈夫ですか？
お、C4 だ。反応しない。コンカッション反応なしです。お、うまっ。あー、来てる来てる。逃げられちゃった。この猫好きっていう人がネズミ小僧に見えてしょうがないんですよね。あ、ナイスです。助けました。クソ野郎じゃないですか。だから、あ、太郎さんじゃねえやっていう、あれが。あー、でも自分もさっき、そのアマニーさんが最近、ID を変えて N からだったので。なんか、アマギさん変わってますよね。ああ、あの、ペイデイやってると話しかけられる。そう、ペイデイ、ペイデイ俺もやりてえなーとか思ったんですよね、見てて動画。恥ずかしくなってゲームにならないことがあるので変えてます。てか、シマさんと初めて行った、ペイデイの動画はあげないんですか？シマさんと初めて行った、ああ、編集満足してから楽なやつからあげてる。なるほど。いや、あれちょっと楽しみだなと思って待ってるんですけど。初めて。なんかすげえ難しいの来たじゃないですか。ああ、金庫の中のボスを倒すっていう。あ、ホットレンか。やりましたね、はい、そういえば。なんか体が百式みたいなのがいる。頭だけ女がいた。気をつけろ、お前らも見るぞ。うん、ちょっと頑張るわ、編集。痛いでしょ。いましたね。おいてててててて。よし、嘘やん。嘘やん。ああ、目の前で青木さん。よっしゃ、ウォーマシーンじゃなくて、これなんだっけ。やべやべ、集中するんだ、精神を加速させるんだ。死ねえ、誰かしら死ねえ。え、一人も死なないの、マジで。あ、よかった、ヘルストリームキルな。うっと、ダメだ、もうダメだ、深追いだ。志村さん、いるよ、2名。ブーン。じゃ。ダメや、追い打ちむずい。え？ネット回線が切れた。やめて。あ、スカイプ落ちた。あ、オッケーオッケー。あ、キーボードがバグってる。ちょっと待って、違う、そうじゃない。ちょっと待って。こんばんは、やり直した。こんばんは。落ちた。電子レンジのパピコさんが。いや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 。バリ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 ってなって。落ちた。動画もちょうど俺バリバリしてた。でしょ、もうちょっと感度上げた方がいいのかな。なんか遅い気がするな。志麻さんってマウス感度何度ぐらいでやってますか？あ、このゲーム内のですか？はい、ゲーム内は3.16 になってますね今。 3.16 ですか？分隊がいるぞ、分隊が。え、ん、4人チームがいるぞ。4人チーム的に。なんか、シマさん思ったよりもなんか低くて、あ、でもそっか、パソコン内の設定が高い。そうですね。そのゲーム内の設定だけを聞いても、あんまり意味がないという。そう。パソコンの設定の方も影響するの？ゲームによっては影響しない設定にもできたり、ありますね。パピさん、オプションで、はい、マウスの加速かかってましたよ、最初から。ああ、切っといた方がいいですね。あ、切りました、切りました。さすがです。やってやる。うん、これぐらいならいいだろう。おっしゃ、このマップはさっき調子良かったマップだぞ。まだ最初の音楽がかっこいいですよね。ファーストブラッドもらった。あ、やられた。あらら。ファーストブラッドもらったと思ったら逆にやられた。こっち来ないな。
え、やばい。強いぞ、このアレス X とかって。アレス。一人やって。やったぞ。アレス X。保険打っとくか。うわぁ、ナイフキル。誰か後ろ取られてました。リスクあった？ういブーン。うわぁ、またナイフキル。お前が、お前、うわぁ、くそ。いい立ち回りだったんだけどな。ナイフマンがいる。いや、俺もナイフマンやろう。止まっとくべきだな、あれは今の。そうだろ？え？おう、ナイスです。今やったんですね。ナイフかよ。あ、見えてたのか、頭。ナイファーがいますね。シェ。トントンにされちまったぜ。いや。シマさん、なんだ今の声。え？シマさん、後ろいるよ。あ、え、いますか敵が。いや、俺が。あー、なるほど。俺だ、俺だ。ああ、左います。やりました。まだいるんじゃないの？ああ、正面にもいます。コンカッション投げて。よし、かかった。やりました。すごい。ああ、後ろ、やりました。ナイス。え？殺人鬼じゃないですか？被害者がなんか、志麻さんがなんか調子良くなってる。なんか今、連続でキルできてますね。UAV出します。あ、やばい、すごい。ああ、リスが逆になってます、ね。え、後ろ？志麻さん、決定所在。早い！あ、敵の UAV 出たみたいです。嘘。あれ、やれてない。で、島さんのサイドをカバーしつつ、ナイス。あ、ありがとうございます。ヘルストーム出します。初めてだ。いけ。そう、今ので打ち負けんの。すごいすごい。おい、戦場だとインターネットやってんじゃねえぞ。おー、いたい。戦争は変わった。お、すげえ。島さんすげえ。うわー、キルカメラは最悪。俺、志麻さんのあのなんかタブレット PC 一緒に覗いてたらやられた。それはやられますよ。二人で覗いてたらやられた。ゴミ分隊で、ゴミ分隊。漫画記者みたいな感じだった。志麻さんがなんかいきなり覚醒してる。え、そう。おお、なんかうまくいってますね。なんだ、今いたやん、敵いたやん。ブーン。あ、くそ、まった。やっぱり FPS は強いんだな、志麻さん。いやいや、全然そんなことないですよ。うわっ、うわ、またナイファー。やり返しときましたよ。うぇー、ブーン。あー、面白かった。え、たんですか。え、大地の怒りを食らしちゃったんだ。自然からのメッセージだ。やらせなかった。大地の怒りをキャンセルした。じゃあウォーマシンで、ちょっとウォーマシン使ってやる。なんか BO2 のウォーマシンと違ってちょっと転がりますよね。そうなんですよね。なんか即時爆発じゃないので違和感があるという。これやばい、ウォーマシン出して誰にも会えないっていう。え、出て出て出て。え、ウォーマシン出したのに誰にも会えないってどういうことだよ。わぁ、またナイファー。危ない。ん、来てるぞ、来てるぞ。またカメラマシンで殺されんのやだぞ。リスが変わっちゃったか。変わっちゃってますね。ここはテンペストを使って、シマさんの後ろをついてこ。誰誰誰、ナイファーか。あれ、敵がいないな。やばいやばい、落ちた落ちた。あー、パフさーん。あ、カメさんが、おー、カメラにバッチリ映ったぞ。やった。何やってるのそれ。ブストの、やっといた。ナイスです、助かりました。死ぬかと思った。うわー、うわー。あー、見えた。どこだ。ナイスナイス。あれか。おー、危ない。この野郎、鼻かいてる俺に勝てると思ってんだが、何言ってるかわからん。あ、危ない。置いとるやん。え、違う違う、この野郎、自分仲間の死体をデコイに使ってやがった。なんて汚い敵チームだ。許さん。でもそういうやつが
生き残って、ね、生き残るんですよね、結局。すごいすごい、味方の死体をデコにしやがった。あー、くそ、うわー、あいつの、おー、おお、ヒルカメラちょっと見よう。あー、それあー、おかしい、やった。よし、これで UAV だ、UAV。 あー、ナイスです。助かります。え、どんどん死ぬ。ハンドガンしかない。ちょっと島さんと天城さんがワンツーなのに俺が下から2番目って。頑張りましょう。あー、中入っちゃいましたね。中入っちゃった。せめてラスキルだけでも俺に。行くぞー、勝てくな。 UAV 使います。 UAV 使うぞ。まあ中から来ますね。スクラップ&スクラップ。何それ。ラスキルしたいよ。やってやったぞ。あと1キルです。あと1キル。やめてやめて、みんなパソコンフリーズしろ。ひどいそれ。ひどいそれ。なんでなんで頑張ったよ僕たちは。そう、ラスキルしたかったのに島さんに取られた。これ島さんか、栄光の島さん。なんすかそのスコープ。何それ。これなんか拾った武器です。弾がなくなっちゃって。拾った武器、拾いもんで。やった、やった、表彰台だ。おお、やった。あれ、俺なんか俺の名前変わってません、なんかや。ええ、XX なんたらね。あれ、おかしいな。ついにパピさんはアカウント乗っ取りまでやるようになった。底辺極まれりだな。おかしいな、さっきまで俺表彰台1位とかだったの。おかしいな。おかしいな。ワンツースリーじゃないのか。うん、運が良かった。すごい暴れた。さあ、ナイフなんかもう使うか、この野郎。やった、ベストだぞ。16か。ってやるよ。うん、オペレーティングが一番いいよ。使ったことない武器で楽しもう。あ、ワビさんがまた来て、お助けキャラ、ワビキチさんが入ってきた。あ、ほんとだ。うん。ワビキチのワビはひらがなだぞ、お前ら。ワビキチさんって何なんですか。え、あ、ワビキチさんって方がいるんですか。あ、お助けキャラですね。BF とか。はい。コッドとかファファってこういますね。気づくと突っってくるフレンドさんですね。安定感のある男ですよ。天城さん専属のボディーガードですね。お助けもんですよ。一番最初の動画はカス分隊の花でしたね。唯一咲き誇る花でしたね。志麻さんとアバシンのビスレット男がもう株大暴落して、もう未満しかいないっていう。そう、カス分隊だったんですよ。ワビさんだけがかろうじて未満から這い上がってましたね。飛んで滑って。やべ、この銃使いやすい。パピさん、ナイスガッター。前線にいますね。誰も右見てないよ。もう変わっちゃった感じですかね。ディスカって、右が来てるよ。ディスカって、来てますよ。ロング、中ロンか来るよ。中ロン、コンカッション、橋ですね。了解です。コンカッション、反応なしです。攻めにあってね。橋いません。橋一人いましたけど、倒しました。ナイス。敵どこだろう。うわぁ、なんだ、裏、さらにリスクあった。さらにリスクあった。スナイパーか。さらにリスクあった。もう、また後ろになってた。え、俺、今死んだのになんかデスがゼロになってる。どういうことだ。あ、たまにありますよね。それ多分、ちょっとしたら反映されます。あ、やばい、島さんの後ろ行っちゃった。あ、痛い。あ、そこにいたのか。そっか。ふん。砂銃貸せよ。おーおー。いやー、でも BO3 コン、階段3人。くそ、スナイパー。ナビキさんと戦績一緒だ。ボッタチで置いてたのに。なんだろうだ。うわー、何今の。うわー、黒弓でやられた。マジか、この野郎。何がバッタだ、この野郎。いた。
うおー入ってきてた。ナイスです。ナイスナイス。飛び切ったには負けないぞ。負けた。え？もう抜かれた。早い。くそ、今の一人倒せてればな。あ、島さんにスコアで抜かれた。くそ。いやー、ひどいもんですね。負けない。フロントクリア、ナイス。表彰台に乗るんだ。無理そう。諦めるのが早い。あ、いててて。裏はいないな、オッケー。よいしょ。ああ、しまった。落としちゃったー。おお、よくやりましたね、今。これがバファローマウスですよ、これが。バファローマウスの性能です。ああ、下まった。RPG か。よーし。ああ、なんだよ、今、立ち上がろうとしただけなのに、登り上がった。ああ、COD あるあるですね。ウェーイ、ポーン。あ、すいません、取っちゃいました。ああ、俺の第一の怒りが飛んでる間がちょっともったいなくて。あ、やっぱり不正打ち強っ。あ、来た来た来た、中橋降りてきた。あ、島さんが、あ、ナイス、助かりました。さらに裏から回ってきた。裏来てますね。あ、やった。わびきさん抜いたぞ。おお、すごいっていう味方と戦う俺。今1点差。あ、同じ同点なんで、まだまだ。おお、かっこいい。空中で電撃。頼むぞ、左。見知らぬ人よ。わお。PC その距離で。どこどこ。うわ、やばいやばいやばい。コンカション食らった。やめて。やられた。俺女か。あー、家で出てますね、相手。よし、使えないな。この距離は、サマシンが無理だな。右手がこれ、裏取られた。裏クリアしてくる。あー。わお、なになになに。あー。吐け行こう。いや、ミニ四駆です。一人密連してる。ここにいる。あれ、あ、いない。ハシロングいないです。いないですね。全部右。あ、バレた。あー、これバレてる。いけいけ、バックアップするから。やめろー、俺の仲間撃つな。逃げられると思ってんのか。そこまでクソ M じゃないぞ。アシストだ。やるの。ここにいるのかな。ここに。あ、いたいた。いやー、未満じゃん俺。何やってんだよ。逃げてこい逃げてこい。うわ、すごい数。いたうわー、パピさん頼みますよ。パピさん引く傘あたりで逆サイドつけ、逆サイドつけ。このチャージはどんどん切って、うん、テンペスト使おう。あー、よしよしよし。そっからね。バネやろ。当たらない。あ、抜かれてたのか。危ない。おお、ギリギリ。このやろ。このやろ、アルマや BF に比べたらリコイルコントローラーなんかないようなもんだこれ。任せろ。うわ、アビキさんすげえな。3人に与えた。どうすごいですね、やっぱり。モンスターだ。UAV。今日もわびってますね。わびってますね。わびってますね。いや、すげえ調子乗ってるやつがいる。あれ、調子乗りすぎだよ。お、終わった。よし。あ、上昇チームじゃないですか。よっしゃ !2、あ、乗れてない、クソ。あ、でもこれ、勝利チームのあれじゃないですか。いや、全体だったような気がする。あ、そうなんですか。惜しかった。あ、また島さんだ。でも成績はひどいという。一人だけ未満です。わびってる。違った、やっぱり勝ってる。勝ちチームのだった。あ、やっぱりそうですね。くそー。やるの、
すごいな、みんな。すげえな、わびってんな。わびってんすよ。わびってますね、今日も。今日もわびってんすよ。家がいつも閉まってっからな。そうなんだ。閉まっちゃうおじさんだからな。BS だと閉まっちゃうおじさん出てくるけど、こっちだと閉まっちゃうおじさんだからね。ご遺体閉まっておきます。怖っ。ご遺体閉まっておきますね。閉まっちゃうよ。すごいよ。怖いよ。あ、リフレックス出たからこれ使えるんじゃねえかな。俺なんか変な武器使ってるけど、なんかアンロックとかしてんのかな。変な武器、何を使ってるんですか。アタッチメント、あのほら、いつもあのオペレーティブ使ってるからなのかな。なんかあアタッチメント増えないよ。あ、ほんとだ、使わないと武器のレベル上がんない。そうですね、バトルフィールドと一緒な感じですね。オペレーティブ使ってなきゃいけないのか。お、何これ、以外を使ってなきゃいけないのか。そうですね、オペレーティブ自分で使わない、組んだ方がいいかもですね。しょうがないな。じゃあ一番使いやすいアサルター使おうかな。でこれ C4 がいいんだけど。C4 難しくないですか。いや C4 大好きです。あいつ置いとくとセンサーになるんですよ。近くに敵が近づくとピピッと反応するんですよね。その時に。その時に押せばいいんだ。機能が。C4 気づいたんだ。あ、もう変えられないのか。ガガウちょっとアサルターだから自信満々にロングに顔出しちゃうぞ。島さん援護してます。フォーカッション投げまーす。見た、フラットもこの野郎。ナイスです。俺だってもうクソ M じゃないぞ。 RPG 2回入りますね。ダメージ相当入ってる。逃げるよ島さん。無駄。やりましたけど、もう一人いました。もう一人中にいる。よ、そうです。フラグアウトって超ラグっとるよ俺で。これでこれナイス、バブクさん、ウェイヒー。よっしゃー、ファーストブラッド決めた試合は調子いいっていう俺のジンクスが。よしよしよし、いい仕事するぜ。天木さんの動画見てるとリスどこだ。いや、リス逆ですね、自分の最初のリスト。うん、後ろ、まずい。よーし。よーし、初めて聞いた。感情の起伏を初めて。UAV。そんなレベルでした。人、ロボットみたいな扱いだな。人は十分いる。抜かれた。うわ、くっそ。島さん倒して、そいつ。やりました。あれ？これですか？やりました、やりました。相当ダメージ入れたのは、センターに行くよ。ミニオン発進。それはあかんよ、そっから出したら。自分を見てるようだった。ミニオンか、シン、それ早いですよね。左サイド終わったか。オッケー、リスクあった、ありがとう。あー、はい、ナイス、はい、ナイスジョブ、ナイスジョブ。よし、リロード。撃て。あー、パピさんがショットガンにやられた。おし、テンペスト出た。なんすかこの圧勝具合は。俺強ぇって。 UAV 出します。いや、35対12ですよ。やべえ、俺どんどんダメになってた。うーん、先手ストゼロ。右回りしてきます。なんかいるっぽいんで。いた、来た。うわすごい。オッケーオッケーオッケー、ナイス。あと一人いますね、高台に。パピさんが突っ込んでカバーします、カバーします。2階にいたんすよね。オッケー、降りてる。わ、左側にめっちゃいますよ。左側に地下変えたか。一番前線にいるのが天木さんですよね。パピさんがここクリアして裏だ。連射式のスナイパーライフルか。ああ、殴られた。え、わびきちさん敵じゃないですか。え、裏切ったな。パーティーじゃないからこういう時もあるんですね。裏切った。専属のボディーガードじゃなかった。専属のボディーガードは実は工作員だったんですよ。なんか俺のテンペストに引っかかってくれました。情報を引っこ抜いて。おお、何、え、後ろなんか光った。ショットガン強えな。
パフちゃん、ね、最初のショットガンは全然、うん、さっきから最初のショットガンにまだ1回も勝ててないんですけど、本当ですか、はい、自分使ってたら全然キルできなかったんですけど。おー、グレネード危ない。パピさん、スライディングどうやってるんですか。それ結局やっぱスキルなんですか。いや、違いました。あ、これ多分天木さん、キー設定がその姿勢変更っていうキーがあるんですけど、そこに入れないとダメみたいです。しゃがむじゃなくて。あ、すいません、いますよ、この建物の中。うわー、すごい数。うわー、あ、なんでこれ第一の、あ、UAV が使えたのに。あ、使えるのか、死んでも。使えますよ。UAV 使う。スペシャリストは死んだら使えなくなっちゃうみたいですけど。ミニオンクスタート。UAV だ。有効活用してくれ。ありがとうございます。やべ、敵いない方。ああ、打ちやめちゃった。ここで狙うのか。いや、でも圧勝ですね。ですね。テンペスト。俺にラスキルくださいよ。俺。あと1キル。ね、ああ。ああ、嘘だ、今のラスキルじゃねえのかよ。倒せてねえのかよ。俺がラスキルもらうぞ。ああ。結局また島さんだ。なんか出た瞬間に目の前に敵が出てきちゃった。ラスキル外なのか。いや、俺さっき。あのラスキル焦りすぎて M ブレブレでしたわ。俺もあれ使えばよかった、スパイク。まあ、なんか味方倒したようにしか見えない。うん。お、FF だぞ、しま。FF ダメですよ、しま。ダメだぞ、通報だからね。うわ、3位だ。パピクさん2位だ。うちのチーム強いぞ。全俺、キルレ2位だったのに、最下位だったぞ。なんて。俺、キルレ 2.13 ですね。1位が 3.20 ですね。なんてすごい素晴らしいチームなんだ。すごい強いぞ、このチーム。キルレ2くないですね。キルレ 2.7 とか言ってんのに最下位とか。レベルが。すごい世界だぞ。インフレしてる。インフレしてる。お、どんどん上がる。コッドはキルレが、目に見えて数値が上がってくな。PF は半年くらいやってるけど、0.2 とか。試合が高いですもんね。お、0.91 まで上がったぞ。うわ、0.、これは ?2 番から脱出するか。天木さんが今いくつですか ?0.7。志麻さんが。いまだにちょっと見方が分かってないんですけど。108.57 です。潜水機タブ。タブを押して、エンターを押して、右下です。押して、エンターを押して、右下。グローバルキル -でスラッシュデスヒ。あ、これ平均ってやつですか。はい、そうです。あー、0.96 ですね。うわ、負けた。もうちょっとで。脱出できる。穴蔵から地上に人間になりたい。そう、俺は 0.91 ですね。 C4 がいいな。グレネードの切り替えと、あのあれか、スライディングができねえ問題か、キー設定か。あ、今は変えちゃった方がいいんじゃない。どれだ、姿勢変更っていうキーがあるので、そこを C ボタン、あ、これを好きなボタンに。そうですね。そうすると多分走ってる最中にスライディングできるようになると思います。みんなどこにしてんの。俺はコントロールですね。自分もコントロールです。しゃがまないの。あー、しゃがみを C にしてます。なるほど。あら、あれ、ワビさんが味方だ。あいつ、おー、反省ちゃんとしたのかな。何を使ってスライディングするの、これ。ゲージが減る。あ、これのね。かっこいい。当たれ。よし。コンカッション投げて。中途半端な中腰とかもあるんだ。言ってくださいよ。チンチン。あれ？知らなかったんですか？知らなかった。よーし。椅子変わりましたよ。椅子変わった。お、戻ろう。帰ろう。ちょっとこれ、ひどい。これはワビさん。しゃがむ。BF でしゃがむってコントロールでしたっけ。いや、自分はコントロールにしてますけど。姿勢変更。あ、アシストかい。
はい、出て、まだいますね。コンカッション投げて、反応あり。俺たちってなんか使ってないっすよね。よくそ。で、敵が強くなりましたね。しゃがむ。なんだこの青いの。セウチ。あ、わかんないです。とりあえず倒せました。これか、これを死にするのか。できました。大丈夫だ。あれ？あ、ワープした。時間を巻き戻しやがった。ああ。あれやられるともう。もう混乱で絶対当てれないですよね。当てられない。瞬時にそんなことを頭が処理できない。戻ったんだって。強力な武器を取るか移動スキルを取るかみたいな感じ。ああ、まあそうですよね。なるほど。強力な武器ならまあ4キル5キルとかうまくいけばできますけど、あれはピンチを1回切り抜けれるだけですもんね。そう考えると微妙かなって感じが。うわぁ、マジか。キーバインドできないのか分かったよ、言ってるよ。お、ナイス、エブイ。嘘、今の負けるか。やる。うい、違う、集合じゃないから。よし、わぁ、ナイスキル。オフィシャーについていこう。え、うそ、今の打ち負けんの？ここから出てくるかな？やれてねー。やべー、なんかこのマップがいきなり苦手になってきたぞ。よーし。うわー、すごい数。ナイスバルさん、オッケー。おー、うまい。島さんか、あれ。にんにんにん。え？どうしたんですか？あーい。いかんいかん、俺の中の伊賀の血が。あー、ありますよね。うん。リアル忍者だからにんにん言っちゃうんだよ、ついつい。ついつい出ちゃうとき。そういえば、お前さんって忍者パック買ったんですか？買ったよ。うわー、キリスト。おー、待って。買ったよ。そう。俺のドヤ顔ができなくなっちゃう。ソコルは買わないでおいたよ。あ、そうなんですか。ソコルはね、買わないでおいたよ。そしてサプライズのスーパーゲストが。新しいやつは買ったんですか。うわ、内緒だよ。あとで遊ぶけど痛いよ。二人でゴミ。うわー、ひどい。壁走りの途中で、ね、ここにあった。え、どういうことですか。壁走りしてたら向こうも壁走りしようとしてぶつかって、なんかクソみたいに落ちてった二人。すごい格好悪かった、うん、あ、なんかブラックオプス3の暗黒面を見た感じっすよ。アクティビジョンが見ないでっていうとこっすね。うん、なんかあ、消えた。天才かよ今のやつ。また使われました。すごいすごい。あのね、あ、ロボットみたいなやついるな。みんな味方じゃん。撃ちまくったけど。わあ、やられた。ナイス。アワビさんが1位だな。壁走りして狙い撃ちしたらジャンプで軌道修正してきて、そいつを狙い撃ちして取ったと思ったら消えたんですよ。ああ、うまい使い方ですね。すごい男でした。でも俺たち島さんだ。これ結構実自分狙ってます。死なないように死なないように立ち回って73キロあたりで動き出すんですよ。73キロあたりで動き出す。あ、 なるほど。ラス俺だって取ってある。いいこと聞いた。でも3人も動かなくなるとこれチームに支障出てくるぞ。ゲームが動かなくなると逆転される可能性もあるぞ。そう、設定で。あ、なんか敵に煽られてますよ。ゲイゲイロールって言われてるよ。それ絶対自分ですね。うん、ゲイゲイロールって。
うん、ふうって、いや、うん、書いとく。うん、レベル13になったってことは、やっぱりショットガンがアンロックできる。ゲイツゴトで、いやー、モンスター。まあね、おい、チャット欄が荒ぶってんぞ。おい、なんかマーベリックってこいつのちょっと名前に問題があるやつがなんかパセティックってどういうことだ、誰とか、なんかネイティブのことがわからない、うん、多分ののしってんだけど、うん、まあ、マーベリックだからね、向こうも名前。マーベリックって、どういう意味ですか？なんだっけなぁ。まあ、いい名前ではないよ。トップガンで主人公の名前なんですけど。ああ、そういえば、うん。そう、女将校を口説くときに、あんたの名前はって言ったら、マーベリックって言ったら、親に差別されてんのって言われてた。へぇ、なんですか？キラキラネームなんですか？なんだろうね。まあ、マーベリックは、なんつうの、コードネームっていうか あだ名みたいなもんだかな、空軍の。おお、あいつらが勝手に呼んでる。あの天城さん、え、連射ショットガン強い。ナイスです。嘘、助かりました。伏せたな、あいつ。俺伏せるやつにはすごい強いんだ。伏せるやつと女と子供にはすげえ強いんだ俺。女と子供は呪いですからね。女と子供は呪いたまにやっちゃうんですよ。あいつは呪いからだっつって映画見すぎだぞお前、ね、なんだ女と子供を殺すのか、ああたまになよく女子供を殺せるなって、あいつら足が呪いからな、うわーでしょ、センスは地獄だぜってうわーってありがとう。空中に、ね、うわぁ RPG でやられた。いや、マジでこの連射ショットガン強いんすけど。嘘、じゃあ使っちゃう。いやー、それ出したいですね。あ、お、ありますよ、もう出てますよ、13レベルアンロックなんで。あ、そうなんですか。じゃあよし、後でクラスに入れてみようかな。何やりそうだったんだ。何このグラフィック、やばいな、64以下だったの今。そんなにですか、もうカクカクのポリゴンですか。いや、なんかね、のっぺりとした、なんか背景がね、霧紙みたいだった。うん、これが適切な表現である。わ、うん、からない。ハリエ、ハリエ、あー、もう滑らかな、滑らかってフラット、フラット完全フラット。霧絵、霧絵、うん、なんか他のゲームでもたまにそうなってましたよね。今俺の画質がもう最悪だからしょうがねえなぁ。といや、でも我慢するよ。グラボは 950Ti 欲しいなぁ。あ、でも950評判良くない。いや、まだ発売したんでしたっけ。なんか値段的にはあんまり960と変わらなくて、だったら960を買った方がいいんじゃないかっていうのは聞きました。ナイス、追い込み量完成。ありがとうございます。ここ見てないところをね、カバーしちゃうのがいいな。忍者やってくるわ。忍連打。また、伊賀の血が。伊賀の血が。したいですね。俺の成績に突っ込んでくれないから死んじゃったじゃないですか。え？90だったのに。おお、すごい。え？敵一人しかいなくないっすか。え、いや、フルでいますよ。グリッチ？チート？おお。痛い。なんだ。ユースレープされてる。わあ、まただ。やばい、比率が 6.0 だ。調子を。こいつを人質にする。こいつを盾にする。そう。本当だ、パピってる。おお、パピってますね。すごい。ああ、いる。リスが裏になってる。このショットガンは絶対タロさん好きになりそうですよ。ショットガンがもう最高にアヘっちゃうって。
あーさよーの助けてマラ。やっといたぞ裏のやつ。ナイスです。UAV がなくて敵の動きがつかめない。よいしょ。コンカッション当てて、ナイスキル。グレネードの切り替えってどこボタンですか？G かコロコロの。殺傷系は G ですね。なんかラジコンがいる、ラジコンが超速いのがいる。俺のです。K？ あ、ナイスです。ラジコンに助けられた。死ぬかと思った。今の初めてラグショット見たな。ん？いや、あの体が出る前に弾が飛んでくるっていう。あー、 BF ではちょこちょこあるやつが今初めてなんです。スナイパーとかだと効果的に使えるやつですね。なんてこった、テクニックなのか。勉強になった。いた、いたね。いるいる、やりました、ね、パークさん後ろにやってた。あ、ナイスです。まだいたね。まだいますか？うわ、とスナイパーだ。うわ、3人抜きされた。パピさんが押さえてる今。この距離サブマシンがあってきついな。え？あ、パピさんだ。スナイパー、パピさん後ろいます。敵 UAV 出ました。あの、ナイスナイス、よしよし、ナイスキルです。いって、あらナイス。パクさん、上昇男を守るんだ。オッケーオッケー、了解です。やば、俺今回マジで調子いいんですけど、どうしたらいいですか？ついてく、徹底取材する。います。うわ ー, うわー取材カメラが1台取材カメラ、まだ残ってますよ。バクチですか？はい、脇変わってますね。見たいですね。います、そこの上の影にいま す, いいす、ね、うん、上の影にいる。押さえ、頭一個、死んでます。あれ、おー、マジか。おお。COD はあれですか、サイトから弾が飛んでる感じですか？サイトから、ね、ああ、そうですね。了解、偏差打ちなしで OK です。で、弾速という概念もないので、もうクリックで当たってるって。そうです、そうです。狙ってクリックしたら、そこに当たります。 OK、OK、OK。うわあ、ビリビリしてる。ああ、気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。ああ、気持ちいい。ゆっくりボイスを思い出してしまうじゃないですか。第一の怒りって。え？やりました？あ、ビリビリする。ビリビリしよる。あれ？俺これで切る人入ったんじゃないの？俺だけレートがなんか。調子いいんすけど。いや、パピさんのおかげでチームが勝てそうだよ、ギリギリ。うん、勝ってる勝ってる。パピさんについていけばいいんだ。そろそろアップし始めよう。あ、あ、な、狙ってるぞ、狙ってるぞ、俺も狙うぞ。あ、使うんじゃなかった、第一の怒り。パピさん待って。あー、マスターの前にいるのに取られた。あれ、スコアがみんな出てない。パピさんとあれ。本当だ。知られないよ。これ誰のラスキル？知らない人です。知らない人。あ、死んでった。ポチャン、あ、よかったよかった。ポチャン。いや、俺2位なの。嘘だ。この人よりキルしてるし死んでねえぞ。本当だ。なんで？アシストしてねえんだ。スコアで。あ、アシストか。そういうことか。アシストか。そっか、ショットガンじゃアシストできねえもんな。はい。そりゃロング打てないもんな。殺すかやられるかですもんね。いや、このショットガンマジで強いですよ。デッドライブができます。トイレで壁殴ってくるってさ。いや、普通にガンガン連射してれば死んできますよ。あと、覗かなくていいです。これは覗く方が弱いかもしれないです。すげー。え、腰打ちでガンガン打ってった方がいい。どうやって武器切り替えんの？カスタム1234のを押してもらって、まあどれでもいいです。まあ、ショットガンなら4押してもらって、うん、メイン武器のところクリックしてもらうと、うん、あの、アンロックトークンってやつが余ってる分だけアンロックできるので、
サプレッサーはダメージ落ちると。始まっちゃいますね。待ってよ、慌てんなよ。何これ、アンロック。あよいしょ。よっしゃ、ショットガン使ってガンガン突っ込むぜ。へえ、俺も次使おう。あ、作れなかった。ファーストブラッドは俺のもんだ。投げ物が K で変えるんでしたっけ。投げ物が、G です。 G で切り替える。いや、切り替えじゃないです、 G を押すと投げます。投げちゃった。そうですね、このインサージェンシーみたいに切り替え式じゃなくて押すと投げるみたいな。で、あれは長押しすると、うん、その差し置きのグレネードはピンの調節とかできます。もうやばい、2個持ってるじゃないですか。ああ、それは4番です。それも変えれますよ、キーセットで。4番だと押しにくいので自分は X にしてます。俺は4番そのまんましちゃってますね。へえ、やべ、ショットガンで打ち勝てなくなってきた。さっきが調子良すぎたんだな。キャップスキーにしよう。あ、いいかもですね。やれますか。ナイスです。リロード、あ、参ります。ナイスナイス。あ、行きます。やっぱり、あー、左からも。よくそ、弾がなんか、いやー、頼む。ははは、いかんか。わー、島さんが、お、すげーやった。飛ばれると、すごい厚い。テンペストの音がする。おお、ビリビリしてる。敵の UAV 出ましたね。あー、待ち伏せされてた。強ポジにつくか。HDX3、ラジコンが来ますよ。あ、お、お島さん行っちゃう。あ、待ってます、待ってます。ここちょっと厳しいですね。うん、グレネードか何か使った方がいいと思います。やつはジル。我慢比べだ。よし、やりました。おお、早い。グレネード投げます。で、ないことを。俺も投げちゃう。ないです。うん、あー、俺の自分グレネードちょっと。ギャグ見てる。見て。一抹の不安はあったんですよ。でも島さんにこうついてくっていう本能が振り切れなくて、スルスルって釣られるようについてったら、どっちかにしないと。そう、乗り遅れるなみたいな感じで言ったら死にましたね。あー、うまい。じゃあ俺は右をカットしよう。そうなんだな。そうそう、見てないところ見てあげるのさ。うわあ、美味しい。撃ってるところに入ってきた。右がいません。はい、いないですか。右。かなり奥ですね。ロ、ロング建物2階。了解です。左にもいます。岩の裏、やりました。よっしゃ、やった。ナイスです。岩場に行ったけど島さんがやったと。建物2階まだいます。なんか煙ってるね。6階です。パピさんついていきます。奥いね。おい、2階から純粋に。おお、右から来た。純粋に。よし、やった。やった。ナイスです。弾がね、弾がね、こいつの武器起こせ。何これ。AK か。正面いないな。あ、AK って ADS 早いんだ。いや、それは多分カスタムがそういうカスタムになってるんじゃないですか。なるほど。クイックドローっていうアタッチメントをつけると、ADS が速くなります。味方か。甘いね。テンペストをどのタイミングで使うか迷うな。これは、まあ普通にやってれば試合中2回使えて、調子がいいと3回ぐらい使えますよ、ね。UV 使うぞ。あ、UV じゃない。行くぞ、お前ら。そう、今テンペスト出した瞬間に死んだ。大地の光だ、オラーって。おー、おー、さすが。やったぞ。それは大地なんですか。あ、大地じゃなかった。そうなんだけど、インドラの矢、インドラの矢の方だった。権利的な問題で怒られる。なるほど。神から神から。あ、島さんがやられた。上にいました。
おー、ナイス UAV と思ったら敵だ。ワビキさんだ。またワビキチマンの野郎裏切りやがったのか。敵ですね。またか。ほら UAV だ。ナイスです。助かる。弾ねえよ弾。死体ないか。死体。いやー、ショットガン中距離マジで無理だ。ショットガンは無理ですね。BF のショットガンみたいにはいかない。よいしょ。いるいる。この距離感はまずいよ。あ、脇変わったか。行け合え。たま、こいつも葉っぱじゃねえか、ふざけんな。あはははは。痛い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 。よし、やりました。死んだ。おお、途中から。お、スナイパー落ちてる。これでラスキルを。あかっこよく今回しようか。くそ。ウェイ、俺がラスキルだ。おらあと1回だった。俺だ、俺だ俺がよっしゃ。取られた。取られた。くそー、目立つよ。またチャンネルジャック。すごいですね。チャンネルジャックだ。あ、ほんとだ。レートが3です。途中から半分寝てたんだぞ、俺、設定で。お、誰これ、パピさんか。チャンネルジャックされた。あー、よかった、乗っ取られた。ワビチャンネルだよ、ワビチャンネル、パピチャンネルだよ、今。パピクさんの提供でお送りしました。いやー、シマさんがだって4ゲーム連続ラスク取ったんで。やった。奪われました。奪ったな、俺も狙ったんだけどな。ダウン、What's the weapon? つってますよ。ダーンつってますよ。やった、キルで3だ。モンスター、うわ、くそ、0.95 か。あとちょっとで1なんだけどな。 0.75 だ。 0.99 です。うわっ、くそ。バビキッツさんすごいな。モンスターだからね。いつも安定してますよね。あ、なんで減らしちゃうの、おかしくない。セムテックスってなんすか。張り付いて爆発するくっつきグレネードです。なんて言うんですか。あ、パークが増やせる。なにこれ。ほうほうほう。そうですね、このそろそろ増やそうかな。右上の10個、10分の何ってなってると思うんですけど、その分だけアタッチメントとかパークがつけれます。あ、パークさんって。へえ、あ、面白いぞこのゲーム。ハフさんは絶対パークの組み合わせで変わってきますよね。ナイファーならナイファーのパークの組み合わせとかが結構あるんで。ナイファーってネタじゃないんですか。まあネタですけど、上手い人は上手いっすね。わあ。俺は結構ナイファーやってましたね、ブラックオプス1の時は。へえ。トマホークとナイフ持って、バリスティックナイフ持って。ああ、開幕に投げるんですよね、トマホーク。 で、 ね、でも俺トマホークとナイフだけで1位取ったこともありますよ。もうじゃあ右行こう。ファッションほとんど運ですけど、なんなの。とにかく走る。ないですね。やべ、俺ショットガンだと思ったら普通のアサルト持ってきて。すれ違ってるみたいですね。すれ違いだなこれ。いたいたいた。行くぞ忍者。あ、そういうことだったんですね。そしてさらに忍者、さらに。もうやめよう、遊んでバイトちゃう。遊んでたんですか。ハット、正面いますね。多分そろそろ脇位置変わると思います。あ、裏か。正面やりました。あ、まだいる。ナイスキル。あ、脇位置変わった。よし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 。間違えた。また志麻さんの間違えた。これ感情が出てきたパート。俺が見てない。忍者だ。え、相打ちじゃないの。え、あ、相打ちだ、よかった。あー、いえ、忍者なんで。いえ、忍者。ひどい忍者を見た。制圧、制圧だ。志麻さんたち入ってください。よし、ナイスです。ウェーイ、一回です。室内やったやった、クリアです。C4 欲しいなぁ、早く。わお、マジか。おお、あー、抜かれた。
3人もいたっすね。誰お前やめて、急に生まれる。愛に出過ぎちゃいましたね。お右サイドクリアしよう。裏あ、やばい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 。おう、ん、あ、後ろか。何もいなかったわ。いなかったですか。右回り何もいなかったわ。また帰るわ。あれ、脇位置変わったんじゃないの。いやいや、くそ。ああ、やばい。真ん中で揉めてる。もしかしてあれっすか、しのさん、ヒットしたら相手がのけぞる効果がある、効果が強い武器とかってあるんですか。あー、アサルトライフルとかはもしかしたらそうなのかもですね。ちょっとそれはわからないです。え、脇位置変わんない。脇位置よくわかんないですね、今んとこ。あ、変わってる変わってる。あ、逃げ切れなかった。いるぞ。行きまーす。オッケー、ナイスキル。アルマは我慢強いんだぞ。てか我慢しかできないからな。ほ、特に我慢しかやることがない。ナイスキル。あ、うわ、スナイパーか。喉を焼かれた。え熱かった。なんかリアルな、リアルな証言しちゃった。弾が当たったじゃなくて、なんか熱かった、熱かった、熱かった。よーし、まただ、島さん3回目だ、今日。ちょ、数えるのやめてください。心、心がある、心が。いつも機械的に殺すのに、シンジ君みたいに目に光入ってないのに。そんなことないですよ。え、ちょっと、けた、来ました。倒した倒した。ナイスです。グレネード使わないな。外そうかな。あ、した、右に、後ろ。うわー、ごめん、ありがとうございます。せっかく教えてもらったのに反応が遅れてしまった。タブキ、死んどるやん。忍者忍者忍者いた。俺が忍者やってくる。おお、味方だ。ナイスキル。忍者がいない。なんで忍者、なんで。ナイスだ、パピさん、ナイス。そいつ忍者だった。うわ、クソひどい。あ、3人います、3人。外に3人。あれ、俺なんで今の勝てなかったんだ、マジで。やべい。あれ、やれない。ダメージ入ると、ナイス、パピさん、ナイス。よし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 。UAV 出します。マジ今ので倒せないのか。よし、ミニ四駆出します。ここ、ここで投げるの、やめて。うわ、位置バレてますよ、気をつけてください。あ、裏抜かれた。勉強なんな、コットボーイみたいになってきた。おお、危ない。いるな。コットボーイになってきましたか。コットボーイ感。1秒以上覗いたら、ああコット、あれだ、イモってるやつがいるぞ。制裁加えないと、あいつ。すごいすごい。やばい。あー、くそ。うえ、なになに。あ、やれてなかったんだ。ナイフが効かないとかっている？ナイフが効かない？そんなやついないのかな？くそ、今の倒せたらかっこよかったんだけどな。ナイス援護。え、援護射撃じゃなかった。敵の後ろの回り込みの攻撃だった。ここにいるのかな？いかん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 。なんか慢心してる慢心してる。変わりましたか？あ、よいよいよ、よし、慢心するな、遮蔽を取れ。ニン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 。あー、くそー、かっこいい、忍者決まった。ニンニンニン。これだけのために俺8000円出したい。
にに。ラスキル。取られた。しかもワビキチさんが最後ですよ。うっそ。はい。それがワビキチさんを最後倒しました。ワビキチさんぶっ殺す。来た来た。ドンドンドン。あ、事故死だ。ワビキチさん事故死だ。大の字で倒れていった。ぶっ倒れてきましたね。あ、シマさんだ。あー、俺3位か。またチャット欄荒らされるぞ。じゃあちょっと次回に続くぞ。